さあ、テゲテゲイミングの時間です。今週も先週に引き続きクイズ大会の模様をお届けします。今回のテゲテゲイミングは鹿児島クイズ大会後半戦、予選を勝ち抜いた16名の白熱のクイズバトル。果たして優勝は誰の手に。昨年12月26日、与田センター8階多目的ホールで、鹿児島クイズ愛好会主催の第5回鹿児島オープンが開催されました。前回、参加者48名から準々決勝進出者16名を選出する予選 A、B ブロックと敗者復活戦の模様をお伝えしました。A ブロックを勝ち進んだ方、そして B ブロック勝ち進んだ方、そして敗者復活で勝ち進んだ方の準々決勝がいよいよ始まります。準々決勝は20問のボードクイズ、正解数上位8名が準決勝進出。5年に一度の全国大会はオリンピックとも呼ばれる、和牛やホルスタインの能力向上を目指した品評会を漢字3文字で何というでしょう。正解発表をお願いいたします。正解は共進会、共進会が正解でした。勝った河野さん、単独正解です。おめでとうございます。この名称は何でしょう。はい、再考察もしくは分票も正解とします。はい、20問を終え、準決勝に駒を進めたのはこの8名。鹿児島出身の一人、前回の優勝者北村さんはここで敗退。予選から順調に勝ち進んでいるこの双子の兄弟、実は2018年の高校生クイズ優勝者。東兄弟です。よろしくお願いします。お願いします。クイズ歴は長いんですか。8年目かな。中学1年生からやってて、今年で8年目。今何年生ですか。大学2年生。2年生になるんですね。クイズのその、魅力とか楽しいところってどんなところですか。正解した瞬間だと、その見てる人が何十人っていると思うんですけど、その中で自分だけが正解できるっていう、この特別感みたいなのが結構楽しいなと思ってます。全国からなんか強い社会人の方とか毎回いらっしゃって、中学1年生の頃から、そうですね、なんかレベルの高いものを見させてもらって、ちょっとですけど、自分もそろそろ戦う側になっていけたらなみたいな感じで思っております。どうですか。そうですね、最初は中学1年生で、当時は全然半分感染みたいな感じだったので、多分その立場にある高校の後輩とかが結構参加してると思うので、今度は戦う姿を見せられたらなと思います。いいこと言う。この後は決勝進出者決定。さあ、いよいよ勝ち上がった8名による準決勝です。準決勝は一節ごとに席を移動して対戦相手を変える総当たり戦。正解で1ポイント、誤答は対戦相手に1ポイント、先に3ポイント取った方が勝利。1945年9月、呉大空襲、論理哲学、リトゲンシュタイン、アメリカのキンバリー・クラーク社が気前取り、カトレア、アリソンです。はい、東文さん正解、チョコビン、全7節終了時点の上位4名が決勝進出。勝ち上がったのはこの4名。
決勝前の意気込みを聞いてみました。鹿児島オープン今回5回目の大会なんですけど、私第1回第2回と決勝に進出して、で、まあ、その時は勝てなかった。で3、4回ちょっと参加で、今回久しぶりの参加で決勝にまた再び戻ってくることができたので、なんとか初優勝できたらなと思っております。僕より若い人たちが3人残ってるので、まあこの会場には、僕より年長の方もたくさんいますんでですね、中年とまで言わないですが、中年ではないな、まあ、それなりに大人を代表して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。まあここまで一緒にやってきましたけど、最後は一緒というわけにいかないので、相手を出し抜いて、あと残りの2人も出し抜いて優勝したいなと思います。武藤さんと徳井久さん強すぎて、いやちょっと勝つの大変かなと思うんですけど、まあ決勝に来るということは彼らに挑戦する権利を得たという気持ちで、まあ、臨んでいきたいなと思います。第5回鹿児島オープン決勝、七つ星東孫、東門、徳久範康、武藤大輝。決勝は早押しクイズ、1問正解で7ポイント、70ポイント先取で優勝。後藤の場合ポイントの1の位を切り捨て、1の位が0の時には10の位を1減らします。0ポイントでの後藤は3回休み。決勝戦優勝をかけた熱い戦いが始まります。問題。約7300年前に起きた大噴火は南九州の縄文文化に大きな影響を与えた薩摩。機械カルデラ。2019年に鹿児島市とパートナーシップ協定を締結した欧州議会本会議場が。1151年に生まれた後白河天皇の第三王子で源氏に兵持ち人を。人間は誰かに見られている方が頑張ろうとする傾向があることを、アメリカシカゴ郊外にあった工場。何フォーション効果。徳久さん、最後に21ポイントとなっております。問題。名前に南という漢字がつく日本の市で最も南に。南陽市。後藤となります。武藤さんはここで0ポイントで間違えましたので3問お休みになります。滋賀県愛荘町の中学校の同級生であるゆうすけと津田篤弘からなる。ダイアン。徳久さんの問題は28ポイントとなります。1998年にプリツカー賞を受賞している代表作に関西国際空港。レンコピアノ。徳久さんの問題は35ポイントとなります。近代都市計画の祖と呼ばれるイギリスの社会活動家で、ロンドン近郊のハワード。正解です。徳久さんは正解で42ポイントとなります。問題。オクラホマ州最西部の横に細長い地域のことを。オクラホマパンハンドル。正解です。武藤さん正解で14ポイントとなります。めちゃめちゃ面白い。問題。講談大岡政談では徳川吉宗の息子を語って詐欺を行い。天一坊。徳久さん正解で63ポイント。この状態で正解すると優勝です。英語で汚染という意味がある化学実験や製造。コンタミネーション。問題。日本語では事業継続権。
BCP。 問題、著作にエクリチュールとサイン。ジャック・デリダですか。第5回鹿児島の優勝は徳光さんの宮城さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。徳光さん、優勝おめでとうございます。どうですか、振り返って。そうですね、まあ、ここまで残ってる人たちなんで、やっぱりみんな、いろいろ知ってるし、押すのも早いので、あと僕が取れそうな問題になると、こう取られないように早く押されたりとかですね、そういうのもあるので、なかなかこういっぱい答えるっていうのは難しいんですけど、まあ、なんとかうまく展開に恵まれて勝てて嬉しいです。また次回も参加されますか。そうですね、多分トロフィーをお返しに来る義務がありますんで、なるべく都合をつけて、はい、行きたいと思います。自信を持ちすぎないでですね、一問一問、ちゃんと答えられるようにしないとということを、今回反省しましたんで、まずは地道にまた一から頑張りたいと思います。いやでも本当に優勝おめでとうございました。ありがとうございます。いやクイズって面白いなってすごい思いました。で結構ピリピリするのかなって思ってたんですけど、まあ、もちろん緊張感はありつつも皆さんやっぱ仲良くこうクイズを楽しんでるっていう雰囲気が出てて、ね、レッスンも結構幅広いので、もう本当にいろんな世代で楽しめるクイズっていうのはいいな、楽しいなっていうふうに思いました。いや本当皆さんにお疲れ様でしたの拍手を送りたいです。この大会を主催したのは鹿児島クイズ愛好会。興味のある人はホームページをチェックしてね。いや見てて面白かったです。そうですか、それはそれは、一緒になんか参加した気持ちでやってましたけど。あ、そうですか、参加したらいいのに。いやいや、もう最初から一日いるんだったら参加したらよかったのに。全然いや、もうすぐ敗退でした。A 徳、次回は参戦か。次回のテゲテゲーミングは鹿児島のゲーム制作会社を大調査。制作したいろいろなゲームを紹介。ゲームクリエイターになりたい人必見。お楽しみに。